大谷翔平の怒りは収まらず、日テレ&富士、自宅空撮で、ドジャース出禁のその後。米メジャーリーグドジャースで活躍する世界のスーパースター、大谷翔平、29、から、出禁を食らってしまったことが報じられた、日本テレビと富士テレビ。大谷が購入した豪邸を空撮したことが、きっかけだったが、未だに事態は収まらず悪化の一途をたどっているようだ。現在、2局は MLB や代理人を通じて、球団や大谷の個人事務所と接触を続けているが、報道のせいで多くの観光客が訪れるようになったこと。防犯上の問題などが浮かび上がったことです。何でも、大谷選手より新妻であるまみこさんが、プライバシーの侵害だと怒り心頭のようです。事情2。報道を知った大谷は球団を通じ、ドジャース限定シーズン球団パスを凍結させた。このパスがないと、ドジャーススタジアムに出入りすることはできないばかりか、大谷に対する取材が一切不可能になる。パスが凍結されたことで、ドジャーススタジアム関係の映像素材が手に入らなくなった。当然、球場に来るまみこさんの映像も使えない、スポーツ指揮者。日テレとフジテレビが困惑する理由がもう一つあるという。両局が豪邸報道に踏み切った理由だが、地元の LA タイムズと地元ローカル局クトラが、地名入りで自宅の空撮を放送したため、問題ないと判断し後追いで報じたんです。その際に富士も日テレも地名は伝えていない。ですが、大谷夫妻は、この2局を出禁にしたわけです。前室のスポーツ指揮者。本来ならばとばっちりだと、ドジャースに抗議することも可能なのだが、大谷選手は日本のみならず世界のスター。早く関係を修復しないと出向するスポンサーにも悪影響を与えてしまう。今はひたすら怒りが収まるのを待っている状態です。前室の事情2。オフシーズンのバラエティ番組出演オファーどころではないようだ。